みんな、クリスマス終わったな。あ、どうも草人ですわ。クリスマス終わっちまったけどさ、お前ら予定なかったんだろ？草人チャンネルの動画ばっか見てさ、草スマス過ごしたんだろ？な、これが言いたかっただけ。赤いトゲと一匹のアリは難しそうだな、行ってみよう。アリ兵一体倒せるから、ちょっと待ってや、たった一匹のアリ倒すだけでしょ、めっちゃむずいやん、めちゃくちゃ難しいじゃねえかよ。どうすな、ちょっと待って、向こう側の、あの一マス、あ、とりあえずあのアリ兵ちゃんが通り過ぎてからジャンプ、ヒップキャンセル、オッケー、うますぎるって興奮してきたよ。めちゃくちゃ興奮してて、こいつをヒップドロップでぶっ殺せば死ぬに決まってんだろ、ボケ。これそのままさ、スタートからいけるね。これめちゃくちゃ難しくない？ヒップで殺す後すぐに、え、無理でしょそれは。まずさ、ここの1マス乗るのも手こずんのに、ここやばくね？ヒップで殺すって、下行くやん、ヒップしちゃったら絶対死ぬじゃん。みんな本当にギリギリになるぞ。ぽよんぽよんぽ、ぽよんぽよんさ、怖くてキャンセルしちゃうの、ヒップキャンセルしちゃうのよ。もう一回。まあ、みんなとにかくギリギリだぞみんな。ギリギリ草人。あ、ギリギリ、あー、ぽよんやめ、ギリモザクサ、ギリモザじゃねえわ、ま、おい、バレんだろ、何と、よ、クリアできんのかい。草人チャンネル。スーパーマリオブラザーズ、枠の流れに身を任せ、どういった感じのゴーサル、行ってみよう。はい、と、ちょっと待って、ちょっとオートスクロール。あ、そういうことか。タイトル、枠の流れに身を任せてさ、オートスクロールのこの枠、ギリギリ左下忍者、この枠を使って、全自動で、ほぼ全自動のような感じで、進んでいくとクリアできるってことでしょ。すげえ、これはすごい、こんな全自動のやり方があったんですね。オッケー、一応全自動ではないんで、全自動なのか、これは。まあ、オートスクロールマリオだね。オッケー、よく考えるな、しかし。え、これ、マジでその間進めんのかい。草人チャンネル。青で渡れ、赤で止まれ、なんか面白そうなタイトル、行ってみよう。青で渡れ、赤で止まれということで、この上の点滅ブロックが赤の時にパウを投げると死んじゃうと。ということは上の点滅ブロックが青になるまで待って、トントントン。この瞬間に、俺連打苦手なんだよ、左利きだからよ。まあ、俺が喋っててね、全然点滅ブロックが聞こえなかった。オッケー。あ、これでいいんじゃん。これも赤の時これでいいんじゃん。これでいい、これでいい、ほら。いけるぞ、この作戦いけるぞ、はい、みんなちょっと待って、今気づいたんだけど、パウ44個叩かなきゃいけないから、こうやったって条件満たせ、バカか俺は。ちょっとね、コントローラー、まあ、俺左利きでさ、連打苦手だから、ちょっとコントローラー逆さにしてやるわ、ちょっと見ててくれ次。はい、ということで行くぞみんな、見てろ、この実力。やっぱりね、さ、コントローラー逆さにしてみる分ね、なんかね、十字キーの方が、若干、いや、使いづらいというか、なんて言うんだろうな。なんかみんな持ち帰ってみればわかんないけどさ、ちょっと待って。これやっぱり、利き手不利だって左利きの人。オッケー。あともうちょい、でもクリアできそう。なんとか間に合いそう。たぶん、はい、ありがとう。草人チャンネル。コメントクイズ、首都クイズ、こちらのコース行ってみよう。たまにはね、こういう頭使う系のコースもやっていきたいと思います。このコースの問題レベルは最上級、やばいな。星5つかなりの難問で、最後まで諦めずに頑張ってくださいってことで、おそらく首都を当てるってことだよな。国名が出てどっちでしょうみたいな。アンマン、赤羽。ヨルダンのどっち、赤羽、アンマン。俺、アンマン好きだな。わかんねえから、アンマンにしよう。噛んだけど、合ってんのかい。なんだこれ、パキスタン、わからん。カラチ、イスラマバード。いやでも、イスラマバードの方がなんかパキスタンっぽい発音だよな。わかんねえけど。合ってるし、もう。ブータン、どっちだ、ビンプ、プンツォリ。どっちだ、ブーってでもさ、ブータンってなんか可愛いからさ、可愛い感じの発音だから、プンツォリンじゃなくて、ティンプーみたいなのが、こっちの方が可愛いから、多分ティンプーだわ。おそらく。あはは、てる。すごい、俺。リヒテンシュタイン、わかんねえわ。でも、リヒテンシュタインってことは、なんかドイツ語っぽいから、右のファドーツの方がドイツ語っぽいから、右。そういう感じでいいのかな？ただ待ってくれ。合ってる？やべえ！ちょっと待って。かなりきてる。やばくね？俺めっちゃ合ってんじゃん。これ間違ったとして、俺もう一回同じ場所、ここまでこれかな。ベイル、レバノン。全然わかんねえ。一問まだわかんねえぞ、ちゃんと。ベイルート。ジュニエ、ベイルート。
こっちで行こう。なんかずっと右ばっかついたから次左で行こう。わかんないけど。すごすぎる、草野人。ナミビアってどこだよ。わかんない。これ草地すごすぎんか、ここまで来れてんの。ナミビアだからなんか、いやー、右か、いや、わかんねえ、もうこれは右、わかんねえ、わかんねえ。間違ってたかー、これ左だったか、ウィントフック、わかんねえわー、絶対わかんねえわ、ここから行くぞ。もう一回、バーレーンの、マナーマか、ムハンラク、どっちだー。バーレーンってでもさ、なんとなくだよ。イスラム教徒が多いからなんか、どっちだ、村白イスラム教徒っぽい、なんか、ムハンマド的な、違うか。いやでも、ま、ナーマもなんかそっち系だ。わからん。ごめん、右。よし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 。次はなんだ、サラエボ。サラエボ聞いたことあるな。ボスニア・ヘルツェゴビナはサラエボな気がする。ほら、これはわかった、これは完全にわかった。いやーか、アフガニスタンは、アフガニスタン、タリバン、タリバン、カンダハール、カブール、カブールじゃねっけ、カブールだった気がする。いや、よし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 、こう、ドミニカわからん、サンとは、でも、ドミニコ、ドミンゴって言ってるからなんかドミニカっぽくね、いやはははすごすぎる、草野人。草人チャンネル、驚異の73マス飛び、ハリボテキライトって73マス、マジで言ってんの、多分やり方わかる気がすんだけど、とりあえず行ってみよう。ハリボテキラーで73マス飛べということで、普通だったらこうやってね、大ジャンプした後 B 長押して飛んでって、それでゴールできるみたいな感じでみんな思うと思うんだけどね、多分、全然届かないやんけ。俺ね、これね、飛距離伸ばす方法知っててね、これ、普通に長押ししていくと絶対届かないんだけど、その間にね、この Z か R でくるくるを一瞬だけ入れんだよ。飛んで一瞬 B 離してくるくる。これを連続していくと、クリアできますね。見せろ、みんな。はい。ここ一瞬マリオ喜ぶの分かる？キャハーみたいな感じで。こうやるとね、飛距離が伸びるんですよ。草人チャンネル。崩れる地面から逃げる、こういうコース大好きなんだよね。行ってみよう。おそらくね、いろんなものから追われるから、それから逃げろ的な感じのコースだと思うんだけど、ちょっと待って、どうすんじゃんですか？ほいはいはいはっ、ちょっと早すぎる、ちょっと早すぎる。ちょっと待って、これ。ズレていきそう、ちょっとこれズレていけるよな、多分。ほい、え、いける、マジでいける、はい、いけるな。え、マジでマジでこっちでゴールとかじゃねえよな、本当にズレていける。いけそうな気がする、コマゴール、ゴール来そうじゃない、これでゴールとかじゃねえよな、マジかして。ごめんなさい、ズレしちゃいました。一応ちゃんと真面目にもクリアしていくわ、なんか申し訳ない気持ちになるから。あ、ここに入るってことか。そっか、こっちが先に進む道だったんだ。で、中間を取っての、こういうことだ。え、なに、だー、これさ、ブロック叩くなってことか。なんだよ。そういうこと、素早く行け的な感じだと思ったら、そういうことじゃねえのか。はい、ゆっくりな、ゆっくり。お前なに、あー、危なかった息が詰まったよ。勝ったろうじゃねえか、どうすん、俺が絶対勝つ。はい、バカー、はい、俺がバカー。これさ、オールブロック叩かなきゃいけないかと思ったら違うんかい。あい、先行くだ、でもいいのか。いや、あいつ先行かしてもいいんじゃねえ、もしかして。どういうこと、あ、ここ押せってことか。あ、違う。ん、本当だったら、こっちが歩く。これ、ズルし放題じゃねえか、みんな。なんかめちゃくちゃズルできる場所いっぱいあるぞ。いい、まあいいや、とりあえずいいや。なるほど、なるほどね。こっから幅飛びして、こう押して、はい、はい。で、あとはここ、こうやって。なんかみんなごめん、草地が上手すぎて下手すぎてごめん。ということでクリアしていきますが、ここでオフブロックを押してこういうことが、なるほどね、これで本当はここからクリアができちゃうと、そういうことですか。ありがとうございました。